剣道の全日本選手権で日本一となった選手が今日、みやき町で子どもたちを相手に稽古をつけました。この稽古は宮城高校剣道部の卒業生が毎年開いていて34回目です。今日は去年11月の全日本選手権で優勝し日本一となった愛媛県警の村上哲彦さんが県内外の小学生以上のおよそ230人に稽古をつけました。でも日本一の人を目の前で初めての練習でしたが、ちょっと最初緊張したんですが、途中から楽しくできたので良かったです。稽古では村上さんとの試合の機会もあり、日本一の選手に全力で挑んでいました。